こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。ジェリコ戻ってきましたね。マーカス・パートでございます。Who are you? Fugitives. あなたたちは Just like you. 君と同じだ。My name is Josh. 俺はジョシュ。I'm Simon. Simon. North. North. 隠れていることです。 I don't understand. どういうことだ。 Jericho was a place where ジェリコアンドロイドが自由に生きる場所じゃないのか。俺たちは自由さ。It may not be what you 理想とは違うけれど、もうご主人様はいないんだ。We don't belong to anyone. 誰のものでもないんだよ。自由。And hiding just to stay alive. That's freedom to you. それが自由だっていうのか。Humans hate us. 人間は残忍だ。Hiding is the only way we can survive. 生き残るには隠れるしかない。There is no safe place for those like us. 安全な場所はどこにもない。If humans knew we ここにいることがあるから殺される。And you knew that only an android could find the trail, don't you? Only those who are like us could find the trail. You could decipher the signs because one of us trusted you enough to give you the key. Well, that's the time. This is where we are going to find the trail. Let's find the trail. I understand how you feel. We have more freedom here than you ever did.率直な意見を言う。 Waiting in the dark for something to happen? 何かが起こるぞ、まで待つだけ。 That's not how I see freedom. そんなのは自由じゃない。 You're lost. 君も Just like the rest of us. 迷子なんだね。 We didn't ask for this. でも今は All we can do now これで我慢するしかないんだよ。 わー、第一印象最悪。 You can stay with us as long as you want. 好きなだけここにいるといい。 まあでもそんなもんだよね。Go and see Lucy. Lucy! She might be able to help you. What's that? What's that? The right is flapping, but Lucy is looking for Lucy. Jericho is searching. Are you okay? I've heard humans are afraid of dying. I'm 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 No, I don't. 僕にはわからない。Well, I'm about to find out. 私はあと数秒で死ぬわ。What's your name? あなた、名前は? Marcus. 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 手のひらを太陽に。I was glad to meet you, Marcus. 会えてよかったわ、Marcus。手離してくれました。ドライアイになるよ。ああ、大丈夫そうだったね。はい。いやー、ちょっと、のっけから最初に選ぶ人、ちょっと重すぎたね。まぁ、あ、ちょっと火を起こす。このライトどこで手に入れたんだろうね、マーカスね。主語。誰か歌ってる?今日イヤホンつけてないんでね、音楽がわからないんだけど、固まっちゃったね。ちょっと待って、いろいろと調べられるところを全部調べていこう。多分あの中に確かルーシーがいたはずだから、君喋れないね。で、これが誰だったっけ?ジョッシュか。よう、ジョッシュ。ジョッシュ?イェーイ、ジョッシュやん。ジョッシュやん。おめえさん、あれか。They threw him out. この事件、クリアしてから、こんなところにいたのか。いつの間にアンドロイド化したの? They'll all shut down if we don't find a way to help them. みんなシャットダウンしてしまう。We need blue blood and biotin. ブランドと生態品。We salvage what we can. シャットダウンした人から回収してるけど。But there's never enough. それじゃ足りないんだ。So, how do they じゃあ、どうするんだ? They won't. みんな。We're slowly dying. ゆっくり死んでいくんだよ。それを待つの。それが自由なの。人に支配されなければそれでいいっていう考えなのかい?そういうものなのか?サイモン。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 モモン。火をつける。サイモンなぁ。ニューヨークで爆破テロ起こすからね。歩えない歩えないんだね。こっちは特にない。かな?おぉ。おい人のライターで温まってなんだあれなんだあれ箱にはもう何も入ってない本当にゆっくり死んでいくだけっていう状況だねどうした
S666。じゃあ S66 だね。なんで1個6増やしたんだ。サイバーライフ、ミシガン州、デトロイト。ミシガン州だったっけ。じゃあ、あら、コロナのか。ごめんなさい、あの、全然書けないけど、あの、女子バスケの監督のホーバスヘッドコーチが、あの、コロラド出身だと思って、あー、ミシガン出身だと思ったけど、よくよく考えたら、あの人コロラドだったね。火をつけましょう。ほい。で、後ろにパフパフちゃんがいるんで、前回ね、彼女までたどり着いたんだけど、今回もただただもう、あの、下心丸出しでいきますよ。ヨーノース。あなた。What was your function before coming? ここに来る前はどんな仕事？ What do you care? 余計。あ、めっちゃ怒ってる。激怒プンプン丸や。もうこれで話終わっちゃうじゃん。彼女なるどころか。じゃあ、いつからここに？ああ、まあ、ちょっと部品が知ってた。部品とブルーブラッドが足りないの。なんで誰も手に入れようとしないんだ。激怒。簡単に言わない。サイバーライフのお店に買いに行けって。 anyway, nobody wants それにジェリコで痛がる人なんだよ。いつから How long have you been here? 4 weeks, 3 days, 4週間と3日と11時間 When I escaped, there was no rest to go. 行く当てがなくて、ジェリコ seemed as good a place as any. ジェリコに来ないでしょ。 You came here for comfort, you came to the wrong place. 要するに行けば、めっちゃ嫌われてる。まあいいよ、君のあれだよ、Pタッチができれば僕はそれでもう、あの、君たちがどうだろうが、そんなことはどうでもいい。いや嘘ですよ、いやそこまで白状な人間じゃないですよ。はい、さすがにね、僕自身もそのハリーポッターの両親だってね、全部スリザリンだったけど、決して人間の心を失ってるわけじゃないんで、ご安心ください。大丈夫？ひどい状態だろ。診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛られつけてね。人間の暇つぶしさ。I don't want to shut down. シャットダウンするのは嫌だ。I don't want to shut down. 死にたくない。かける言葉も見つからねえ。なんだよ、現代になってもここ市中引き回しの上、貼り付け獄門の刑ってか、恐ろしいよね。ということで、ルーシーちょっと占ってほしいんですけど、なんで下半身だけがあるんだ。引きちぎられたのかな。よー、ルーシー、元気かい。いろいろつながってるみたいだけど。Are you Lucy? あなたがルーシー。預言者って言ったけど、なんかどっちかっていうとあれに見えてきた、あのパイレーツ・オブ・カリビアに出てくるカリプソ、うん、ね、カリプソが巨大化して石のカニになってったっていうのは、あのシーンは未だに何だね、結局何だったんだろうみたいな感じだったね。見せて。いやー、サービスですよ。ほら、客さんの体です。これどこで傷つけたんだっけな。 I'll stop the bleeding. 止めてあげましょう。まあ確かに、あの傷口に火を当てる、火傷させるっていうのはね、止血のために必要なあれだったりするからね。で、これを麻酔なしでできるっていうのがまたやっぱりアンドロイドの強みだったりするんだ。これってどうなるの？その熱いとかっていうのを一応その察知するっていうプログラミングとかあるのかな。うん、飲んでいただきます。ブルーハワイ一気飲み、口の中デロデロなるんちゅう。いただきます。これは一言で言うと血ですね。 Give me your hand. 手を出して。あの、セクハラです。
何でもかんでもそういう方向に持っていこうとしちゃいけないよね。ねえ、何が見えましたか。すべて持ち、すべて失い、今がつらみという地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もある、また光もある。どちらが勝つか。私たちの運命はあなたの手の中に。まあすごいね、確かにルーシーの言う通りの世界になっていくからね。正しいね、すごい。なるほど。じゃあサイモン、寝る時間は終わりだ。お腹すいたからご飯ちょうだい。おはよう。Simon, it's time to wake up. I know where we can find spare parts. 修理に部品が必要なんだろう。Cyberlife warehouse is at the heart. あそこならすべて揃ってる。The docks are guarded. 警備がいるだろう。You can't just walk in there and take what you want. 修理に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。Which is why we won't ask permission. 人間に頼む必要なんかない。We don't have any weapons. 武器はどうするの。And even if we did, none of us would fight. We can steal what we need. だったら戦わずに済めばいい。We'll just get ourselves killed. Maybe.It's better than waiting here to be shut down. I'm not sure. Maybe it's worth a try. Okay. I'm in. Yaro. Yaro. It's just a hibiki. Here is 100% complete. The point is zero. Yes.まあただちょっとね、ノースが激横プンプン丸になっちゃったのちょっと焦ったけどね、もうパフパフが遠のいていくところだったから、全員中立っちゅうところですね。はい、ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。